今回挑戦するのは1番くじジョジョの奇妙な冒険イビルパーティー。人間参加は勇気の参加、くじの素晴らしさは景品の素晴らしさ。今回はなんと歴代ジョジョのラスボスがウリリーと勢ぞろい。フィギュアは全てワンロット1本という最高に入ってやつだな希少景品。G 賞大皿入れて 10% というやれやれな厳しさではあるが、今回は快勝もグレートですよ。スタンドも月までぶっ飛ぶこの衝撃。我が家のいらねえ景品1位のタオルですら名言入りでしびれる、憧れる、震えるぞハート、燃え尽きるほど引き強、引いて勝てばよかろうなのだ。よろしくお願いします。みなさんこんにちは、アオク TV のアオイです。かわおもーイエーイ。さあアオイさん、今回は何回挑戦したのでしょうか。親子3人一発勝負、合計3回挑戦しました。それでは早速引いてる様子をご覧ください。さあ始まりました、パパが楽しみにしていたジョジョの奇妙な冒険1番くじ親子3人一発勝負でございます。ございます。まずはパパからいきますよ。うん、ここにこっちしてた。続いてママの挑戦ですよ。うん、うん、残ってる、ちょっとシンプルが残ってる、まだ。いけ、最後にエース葵の挑戦でございます。はい、結果発表です。住所タオル、私とパパで2つ当たりました。はい、残念と言わざるを得ないでしょう。ジェイショーのタオルですね。こちら全8種類選べたんでね、まずは私の好きなものを選ばせていただきました。はい、葵はねプッチシンプの素数のねセリフが良かったようなんですけれども、まあね私の好みどうしてもディオ様がねいいなということで、第1部のディオ様、そして第3部のディオ様の名セリフを選びましたよ。はい、ちょっとね正直ね会場はね3種類あったんですよ、うん、タオルとラバーコースター、それとビジュアルボードですね、うん、これが割合としては1対1対1なので、どっちかね、ラバーコースターでもビジュアルボードでも撮れると動画的にも映えたのかなっていう気がして、ちょっとそこは残念。うん、まあただ葵はねあんまりねジョジョの方にね力を入れなかったのかなっていう気はしますね。逆にねパパね力入れすぎてダメだったっていうね、そっちの方がちょっと情けないかなっていう感じはするんですけどね。ちょっと次回は頑張りたい、そんな残念残念な J ショーでございました。ございました。最後にママがゲットしたG 賞大皿開封します。はい、来ましたね、ママがやってくれました。 G 賞の大皿ゲットしましたよ。はい、こちらね本数2本しかないね希少な上位賞でございます。うん、
フィギュア以外だね、唯一の上位賞なんじゃないでしょうかね。はい。ただね、これもなかなかいいですよ。歴代のね、作品のワンポイントずつが入ってるんですよね。石仮面であったりね、エイジャの石石もありますね。うん。そしてね、最近のでいうとこのディスクですよね。これも入ってますし、あ、いいですね、キラのね、このお手手のねやつ、あとキラークイーンですね、ありますよ。うん。そしてね、箱見て、ちょっと驚いた。ジョジョのねアニメが10周年、ということらしいんですね。それの記念のくじなのかな。ただね、なんかジョジョ自体がすごいね歴史が長いんでね、10年っていうとね短い感じがしますけどね、アニメはまだ10年なんですね。へえ。オリジナルビデオとかもね入れるともうちょっと長いような気がするんですけど、違うのかな。うん、まあただ今回もね3人で一発勝負、しっかりね上位賞取るあたりさすがだなと思いますよ。うん。葵さんはね、今度プーさんもね控えてますんでね、プーさんの方でまた引きたいですし、私はねそろそろね私もなんか出したい。ね、みんながねそれで順番で上位賞を取っていくとね、なかなか面白い動画にもなっていくんじゃないかなと思いますんでね。うん、俺頑張れということですね。ね、ということですごいいい賞だったんじゃないですか。 G 賞の大皿でございましたよ。ございましたよ。今回は一番くじジョジョの奇妙な冒険結果報告開封編をお送りしました。はい、私はタオルという結果になってしまったのが悔しいです。ママ、この大皿取ってくれたのはパパは嬉しかったと思うので、次回クマのプーさんリベンジ、葵頑張ります。これからもくじの開封結果報告どんどんアップしていきますので、くじ動画見たい方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は一番くじ熊野プーさんを公開する予定です。それでは次回も一番くじでお会いしましょう。さようなら。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、グッドボタン押してね。